はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、宝のゼロ仕立ての、なんだ、柚子味。アルコール度数8%。香料ゼロ、プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロ、着色料ゼロの、果汁が3%。これ前も飲みましたね。これ前レモンだったっけ？何飲んだっけ？原材料が柚子スピリッツと、レモンと、柚子と、グレープフルーツ。なぜか柚子以外にも、グレープフルーツとレモンが入ってる。珍しい。なぜか。これ確か俺前の、前っていうか、これ、グレープフルーツ味だったっけ？なんかあまりにもなんか、甘くなさすぎて、なんか面白くねっつって、確か三つ星かそこら辺つけた気がする。うわ！さあ乾杯。うわ、柚子だ。これは柚子だ。コントラストを上げる。なんか FPS も上がったような気がしないでもない。どうなった？確かに甘くはない。甘くはないですね。ゼロ仕立て。レモン味とグレープフルーツ味とレモン、あ、ユーズ味があると。でもグレープフルーツが美味しいな。ああ、ゲソうめえな、ゲソ。ゲソがうめえな。安定のうまさ。スルメゲソがうまい。本当はね、あれがいい。スルメのあの、イカっていうかなんか、あの、まんまイカの姿、イカの姿焼きみたいなやつ。がいい。その上の部分も食えるし、ゲソも食べられるし。至れり尽くせりみたいな感じ。いいっすよ。まあ、ゲソもうまいんだけどね。特に美味しいのは、これの、あの、辛口。
スルメゲソみたいな。ちょっとピリ辛風味のやつがあるんですけど。ナトリ。あれが美味しい。うめえな。安定のこの、ゲソのうまさ。ああ、久々にホッピーも飲みたくなってきたわ。ホッピー。ホッピーさん飲みたくなってきたな。ホッピー。美味しいんだよ。このね、前店で、普通の店で売ってたんだけど、この瓶のやつ、いわゆる業務用のホッピーっていうのがあるんですけど、これがですね、なんと普通に売ってまして、これ普通一般販売してないの。瓶のやつ。まあ、瓶のやつっていうか、まあ、ホッピーは瓶なんだけど、いわゆるリターナブル瓶だっけ、これ。リターナブル瓶のやつですね。普通に売られてるホッピーって、いわゆる普通のホッピーっていうのは、なんだ。あれは、ワンウェイ瓶か。まあ、ワンウェイ瓶とは何かというと、一回しか使えないやつ。もう普通にそのまま捨てるやつ。だけど、リターナブル瓶っていうのは、まあ、大瓶とか、ビールの大瓶とかと一緒で、再利用して、洗って再利用して使うってやつ。ね。あれがね、またね、瓶のさ、あれがさ、ちょっと傷ついたりするでしょ。それがまたね、いい味出してる。リターナブル瓶はやっぱり、ちょっとこう、傷ついてたりするんで、なかなか、ね、いい味出して。で、しかもですね、この普通のホッピーっていうのは、違う。一般的に売られてるホッピー、こちらのホッピー、こちらの、ね、ホッピーはですね、容量が 330ml なのに対して、業務用のホッピー。こちら、リターナブル瓶のやつは 360ml と 30ml 多いんです。そして値段が同じ。関東圏のみの流通となっている。ね。まあ、主にこれは、まあ、酒屋っていうか、大衆酒場とかですよね。で、多分売られてるとは思うんですけど、リターナブル瓶のやつはね。まあ、普通にスーパーで売られてるのはこの 330ml のやつと。うん。だから結局、おそらくは、瓶の値段を考慮して、まあ、多分同じ値段なんです。商品としては。でもなぜ容量が違うかっていうと、結局、瓶の分の値段でしょうね。あれはリターナブル瓶はほら、何度も再利用するから瓶代がかからなくていいけど、このワンウェイ瓶は一時瓶を作らなきゃいけないんで、その分の値段を考慮して、ある。と思うんです。だから、個人的にすごい業務用のこのホッピーが欲しいなと思ってたんですけど。というより、ぶっちゃけた話、このホッピーの、俺が言う、俺がね、
定義するのは、もうこのホッピーの2倍の容量のやつ作っとけって。大瓶のやつ。いわゆるビールの大瓶と同じサイズのホッピーを作ってくる。なぜあれがないの？なぜそれがないのか。ということです。なぜビールは普通大瓶があるのに、なんでホッピーは普通の小瓶しかないの？なぜ中瓶とか大瓶がないのか。どうなっているということです。だからこのホッピーの会社に、俺がケチをつけるならば、俺が社長になったら、もう、大瓶をガンガン作って、しかももう、ワンウェイ瓶を廃止する。ワンウェイ瓶を廃止して、あれですよ。全部、リターナブル瓶にして、で、さらに中瓶、大瓶を作り、どやー、どやー、スーパードヤーって言って、OK。そんな感じです。ね、やっぱりね、その方が絶対いいです。オンラインショップ、ホッピー、ミーナへようこそ。確かこのホッピーの会社の社長って確か、女の人じゃなかったっけ？わかんないけど。会社情報。社長は？あ、そう、うん、違うな。取締役。ああ？社長。代表取締役会長と、代表取締役社長と、取締役っていうのがいる。どれが社長なのか全然わかんないんだけど、多分、代表取締役社長っていう人なんだ。石橋美奈、美奈さん。やっぱ女の人だ。あ、やっぱホッピーのあれ、会社の人って女の人だ。あ、結構いい年ですね。いい年っぽいよ。やっぱ女の人ですね。何だったっけな？俺の大好きな、あホッピーじゃないな。あれ何だったっけ？あれも女の人の社長だ。割り剤の、なんだっけ？焼酎をなんか割る割り剤の、ホッピーとかと同じような感じの、チューハイ的な感じの割り剤のあれなんだっけ？ハイサワーか。ハイサワーの社長も女性ですね。最近はやっぱり結構女性が活躍してるのかな？うん。結構いい年だぞ、これ。50歳超えてそうだぞ、これ。下手をする。50歳、45歳ぐらいか。いや、48歳ぐらいいってる気がする。1968年生まれだから、今が2015年だから、47歳。お、ほぼドンピシャ。やっぱ俺のあれは、じゃがんはすごいわ。1968年だろ？32で、あ、47歳。47歳ですね。ちょっと待って、32歳プラス15だから。あ、47歳。石渡美奈さん、美奈さん。47歳。やっぱ俺の女を見る目はあるな。だいたい年がね、ドンピシャでわかるんです。
無駄に隠してたりするとね、余計にね、わかるんですけど。大体ね、わかる。ああ、だからこれミーナって言うんだ。ホッピーのオンラインショップが、あるんですけど。ミナさんのところから、ミナから撮ってるの、これ。しかもこんなに若くない。若く見せ、なんか、若い子向けみたいな感じの出してるけど、全然、もう47歳じゃねえか、もう。もう、しそじ超えて、ふそじになるの。ふそじっぽい。ホッピーグッズでホッピーエンブレムキャップなんてあるの、すごいな。どんだけなんだよ、これ。ちなみに俺ホッピー大好きなんで、ホッピータンブラー持ってますけど。ちょっとホッピータンブラーちょっとちっちゃいな。正直。もうちょっと、あと 100ml ぐらいでかくしてほしい。なんでさ、あれ微妙にちっちゃいんだよな。ホッピータンブラーってさ、あれ微妙にちっちゃいんだよな。本当に。なんでなんだろう。こう一気にバーって注ぐと泡でね、結局ビールだってこう泡が出るじゃないですか。で、ホッピーって一気にバーって注がなきゃダメなのに、バーって注ぐと、泡の関係でね、こぼれるんですよ。だから、このホッピータンブラーは、ホッピージョッキか。ホッピージョッキとホッピータンブラー、これも多分同じ。これ金宮のタンブラーなんですけど。500ml って書いてある。ですけど。あ、これ違うな。これ 350ml ぐらい。この一缶が丸々入るぐらいだから。350cc ぐらい。これよりかでかいやつ。ジョッキは持ってるんですけどね。ちっちゃい。ブワーって注いで、最初に、焼酎これぐらい入れて、ブワーって注ぐでしょ。絶対泡でね、こぼれるんですよ。だからちょっと、おーって、ちょっとね、抑え気味にやんないといけない。だから俺がこの社長になったら、まず 500cc をなくして、600cc にするね。600cc ジョッキにする。あえてデカめにする。だからね、俺、ホッピータンブラーね、ほとんど使ってないですね。だって、ホッピー作るのに使えないから、俺別のタンブラー買った。ホッピー用のなんか、ホッピー用のさ、でかいやつ買ってさ、やったんだけど。だから、使えない。もうちょっとでかければいい。ちょっと社長さん、しっかりしてくださいよ。でも、石橋ってことは、やっぱりあれなんだな。本社が東京都の港区ですね。やっぱりそこら辺の東京都の、そこら辺のね、下町酒場で飲まれてるといったとこでしょうか。ああ、ホッピーの話題になってしまった。なぜ？だからから、なぜホッピーになったか。まあ、タカラの、焼酎が、ね、焼酎飲みてえなーとか、つまみをね、ゲソを食いながらね、ああ、焼酎飲みてえなーとか思ってて、で、焼酎、ん？ああ、でも焼酎だったら、夏場は暑いからやっぱホッピーだなーみたいな。ここにホッピーを足してホッピーを作ろうみたいな。感じになってホッピーに行ったってパターン。そんなことはどうでもいい。やべえな、これ。100均で買ったやつだけど。もうこれ、ボロボロだもん。やばい、これ。捨てた方がいい。100均で、新しいの買ってこよう。香り。
もうなんか使えなくなってきた、このスポンジみたいな。だいたいこの100均で買ったやつもちょっとこれ、ちょっとよろしくない。まあでもこれはそれなりに美味しいかな。1134です。ご視聴ありがとうございました。